異文化研修3日目、龍山寺に到着しました、歴史のあるお寺のようです。警察もおります。こういうお寺ですね。はい、飯田先生、飯田先生、はいはい、龍山寺はどうですか？いや、楽しいですよ。楽しいっていうか、もう何度目か分かんないです。歴史がありますよね。ですね。まあ、あのね、一番上にドラゴンボールありますから。ドラゴンボールちょっとアップにしましょうかね。はい、龍山寺ってあれだっけ、あれがドラゴンボール、占いできるんだっけ。龍山寺が占いできたっけ。仰天宮じゃなかった。仰天宮できたけど、なんか至る所で占いできると思うんで、学生とさっき占いするかって話してるんで、部屋の中にも、はい、なんと滝があります。何がすごいって、ビルたちにビルがいっぱいある中に急にね、滝とかの寺が出てくるからね。はい、じゃあなんか、なので問題はね、なんか動画撮っていいんかって話です。そうですね、うん、まあ撮りますけどね。ちょっと俺も撮ってきます。はい、詳しく成り立ちが知りたい方は残ってガイドさんのお話を聞いてます。これから中に入ります。